everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。2月9日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオから Q 名古屋お送りいたします。あの王子ね、先ほどちょっとね納豆をね2口ぐらい食べたんですけど、今ねマスクしてるんですけど、ちょっとねあの納豆の匂いがねこもっちゃってね、ちょっとなんかいい匂いって感じがしてます。滑り王子マスクマンです。ふざけるな。はい、今日は祝日でちょっと曜日感覚が変な感じですけれども、天皇誕生日なんですね。イズニコミスキーと今日ですね、こちらの名古屋花粉がすごく飛んでおりまして、もう目が痒くてですね、思わずですねウサギちゃんの目になっているダンサーズでございます。お目目本当に痒いよね。痒い。はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマは工場ファクトリー。今週のテーマは工場ファクトリーです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。名古屋は栄養コーナーがあります。このコーナーは名古屋をはじめとする愛知岐阜三重についての魅力を紹介するコーナーです。22時18分頃からとなります。この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、陸上海上輸送一貫サポート東海協和、こちらの提供でお送りいたします。はい、メールのコーナーでございます。はい、あのね、先週のね趣味でもね、はい、まだいつ読んでないのがありましたので、ね、そうですね、はい、ね、読んでみたいと思います。はい、お願いします。銭形警部からですね、ありがとうございます。ありがとうございます。リスナーになる前の趣味はというと、リスナーになる前の一番の趣味は麻雀で、三度の飯よりも麻雀好きだった私は少しのお金と時間があれば麻雀荘に行って打ちまくっていましたね。リスナーになった後の趣味はラジオ番組拝聴&投稿に昨年9月から覚えたツイッターにドハマりしています。あとはかつてやっていたことが近いうちにクイズ番組の自作自問作成を趣味にする予定でありますということなんですね。はい、なんか花粉症の人がとってもなんか、はいはい、マスクマンが真剣に読んでるのに邪魔するんですけど。いや、あのね、これはもう長いお付き合いをしてますからね、もう何十年と前からね、はい、これ聞き慣れてますので、もう王子全然減っちゃら、もうすいませんね、すいません、本当に。でもちょっとしばらくこんな感じ続くんですよね、多分ダンサーズは。はい、でもね、本当に今日はねひどいですから、何回かね、くしゃみいい、ね、BGM じゃないですけど、サインかもしれないけど。いや、もう BGM に BGM 重ねるのやめてほしいですね。はい、銭形警部、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、今週のテーマ、いきますね。はい。はい、たい、名古屋チームの皆さん、こんばんは。こんばんは。ラジオネーム、アレックスさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。2月23日、
にゃんにゃんみーということで、本日も猫の日ですって。あ、そうなんだ、ね。にゃんにゃんみーと来たね。なんかちょっと違うあれかと思って。はい。うちが住んでいる地域にも、え？あ、今変なところでダンサーズ行ったよね。いや、今、なんか私もそのまますっと通そうとしたんだけど。いや、通して通して。いや、なんか今、ちょっと急に引っかかったけどいいかな？どうぞ。いい？進めるよ。どうぞ、はい。はい。うちが住んでいる地域にも、豚の加工工場がありますよ。はい、そう、はい。小学生の時見学しました。すごいですね。小学生の時に、加工工場の見学って。で、大きな豚が離れの小部屋にたくさんいて、ブヒブヒとひしめき合っていました。工場の中に入ると、え、何これ。工場の中に入ると、要は屠殺する場所、うん、吊る下げながら解体、加工したりして、うん、すごい見応えがありました。うん、しかし、一部始終、すっごい独特の匂いがしてましたよ、ということです。まあ、ですよ。あ、はい、でもすごいびっくりしたのは、うん、小学校の時に、ね、そういう屠殺場っていうのを見学するんですね。うん、ですね。ねえ。まあ、これはね、大事な授業なのかもしれないですね。まあまあ、ね、そうですね。命をいただくっていう大事な授業ではあると思うんですけれどね。うん、ちょっと、なかなか衝撃が大きいというか。ねえ。うん、ね、豚ちゃんはね。だから鳥なんかのね、そういう処理場なんかに行くっていう、うん、学校もあるみたいですけど、また地域によってね。あ、そうですか。はい。で、豚ちゃんはなかなかね、ね、まあもしかしたらね、小さい子にはこうショッキングなんで、バブルもあるかもしれないのでね。まあそれでも、まあ先生方はね、それをね、見て、ね、学生さんたちにこういう命の大切さとかね、食堂、まあ子供の時にそういうことで、うん、ことでね、まあこうやって命をいただいて、ね、こうやって生きてきてるんだよっていうことを教えて、まあ、うん、その、要は生き物に感謝してというか、食べるっていう食育ですよね。そうですね。すごいですね、うん。今もやってるのかな、でもこれって。まあ、どうなんですか ね。今結構動物愛護協会とかいろいろね、いろいろ問題視したりするんでね。うん、まあでもね、確かにね、昔はね、それこそ鶏でも庭で飼ってる鶏をね、うん、そうやってっていうこともありますからね。まあ、自給自足じゃないですけどね。うん、ありましたんで、ね、うん、まあそういった意味では大切なんですよね、やっぱり。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、あら、また銭形警部ですね。あ、そう、今週のテーマで、今週のテーマで、ありがとうございます、うん、はい、ありがとうございます。今から26年前くらいのことになると思いますが、オリオンビール本社の工場で出来たてのビールを飲んで感動したあまり何杯も飲みすぎて自宅に帰るまで酔っ払いすぎた思い出がありました。今度車を使わず名護に行く機会があったら、うん、出来たてのオリオンビールを飲みたいですねってことなんですけども、ってことは、うん、この最初に行った時は車で行ったの？止まったんじゃないですか、ね、止まった。だってその車で行ったらダメでしょ。今度車を使わずって言ったからさ、うん、うかなり飲んじゃったのかなと思って。あ、でもね、行きましたね、オリオンビールね、ダンサーズ行きました。うん、やっぱり美味しいですよ。まあそうですよね、全然違う、うん、全然違う、全然違う。びっくりしました。まあ何でもあれなのかな、ね、出来たてって美味しいんだよね。でもあれ、そんな、なんか工場見学で飲める量って決まってますよね。決まって2杯までね。よく覚えてる。2杯まで、そうそう、たくさん飲むっていうか、まあ要は別料金で飲んだのかな、それとも昔はいっぱい飲めたのかな。隣のレストラン行ったんじゃないですか。ああ、なるほどなるほど。でも、ね、間違いなく美味しいでしょうね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ね、ありがとうございます。はい、ツイキャスでですね、劇ちゃん銀釜に見せられた人は真瀬優奈神吉で合ってるのかな、こんばんはということで。こんばんは。工場ですか。私、職場が精肉工場なので、いつも重くて40キロのお肉を箱出ししています。あ、すごい、はい、うん。結構重労働ですが、楽しいですっていうことで。っていう時は、あれなのかな、うん、この社員割引ですごくいい、お肉の部位が、ね、買えるのとかあるんだよね。精肉っていろいろありますよね。いろいろっていうか、その、まあ、種類もね、うん、ね、何の種類なのかなって思うのかな。ね、あ、
リナーママさん、こんばんは。久しぶりに番組聞きました。ありがとうございます。ありがとうございます。で、私の住んでいる北海道の小樽に、まるちゃんの焼きそば弁当を作っている工場があります。ということで。はいはいはい、ねえ、そうそう。うん、そう、北海道限定の。ねえ、あれ、はい、スープついてるやつですよね。スープついてるやつ。ねえ、あれ、あのね、うん、焼きそばのカップ麺なんですけど、うん、はい、なぜかスープがついてる。あ、うん、あ、別にね、その。そう、別にスープがつく、うんうん。普通だって焼きそばだったら焼きそばだけじゃないですか。そうですね。ね。北海道はそういうバージョンがあるんですよね。なかなかいいサービスをしてますよね。カープボーイさんからです。はい、大人気の味噌煮込みスキーさん、ダンサーさん、ヒゲを剃っても薬みつるさん、こんばんは。これは。これ知ってる人はすごいよ。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、すごい。なかなか、ね、ずいぶん昔の、にね、うん、のフレーズを、ね、フレーズをね、ありがたいですね。ありがとうございます。最近全然出してないでしょ、メール。あのね、西町に。だね。だね、うん、ね。ねえ、たまにはね、ミカさんにも出したらどうですかね。うん、だよね。怒られたね、ミカにね。ねえ、そうそう。声のジングルとかで出したらどう？あるのあるよ、今ね、朝のね、西町の番組 で、ね。で、工場で思い出すのは、野村克也さんの野村再生工場ぐらいかな。小早川がものすごい復活しよったのは覚えているけど、他に工場友達が愛知県の一宮のソニーの工場で働きに行って、向こうに今永住してますよ、ということで。あ、そうなんですね。一宮ありますよね。うん、あ、もうあれなくなっちゃいましたね。なくなりましたね、そういえば。はいはい、うん、はい。そうなんですよ。結構ね、沖縄県からね、たくさん結構、そうですね、うん、ね、いらっしゃってる方がいて、うん、でもね、こちらに今住んでるっていうことですのでね、はい、うん、結構そういう方たくさんいらっしゃいますよね。いらっしゃいますね。うん、そしたらもう今は愛知県民ってことですね。そうですね。うん、うん、まあまあ、愛知県民、そうですね、うん。でもやっぱり本当に沖縄の出身の方ってたくさんいて、うん、トヨタのあたりも結構たくさんいらっしゃるんですよ。うん。あ、そうそう、それでね、さっきね、報道の劇ちゃんさんはね、豚肉、牛肉、鶏肉、重くて、カゴ車1台に豚肉4トンを1人で運ぶんです。4トン、4トンですよ。4トン、いや、牛肉も重くて1日8トン来ますって。あら、いや、もうすごい肉体労働じゃないですかね。うんうん、ねえ、大変ですけど、なんか筋肉つきそう。これをね、上手くこうスライスしてね、軽くしてね、なんていうのかな、あれはできないんですかね。そこに行くまでに。なんで、まず、なんていうの、原料として運ばなくちゃいけないんでね。うん、そうそう。あ、で、リナモモさんが、今は新作の北海道味噌ラーメン風、パイタンスープ付きが発売になって、早速食べたら美味しかったです。ということで。いやー、もう、全然 ね、こちらで売ってないですよね。パイタンスープいいよね。いいですね。食べてみたい。この前、なんか、北海道フェアみたいなのをやってきてね、はい、買ったんですけどね、まだ食べてないな。もったいないしてて、全然食べてないや。え、早く食べないと。賞味期限、ね、早く食べないと賞味期限切れちゃうよね。そうそう。うん、そうそう。なんかさ、なんかこう、普段から買えないと思うと、うん、ついついなんかこうね、取っといちゃう、この貧乏症な私。なんですよ。あら、そうなの？そうなのよ。なんかね、いつもいいもん食べてそうな感じよ。いや、でもね、そう、なんでしょうね、カップラーメンって、たまに無償に食べたくなるときがあるんですよ、ああ、なりますね、私。インスタントラーメンでもそうだよね。そうそうそう、そう、うん。なんでしょうね、あれね。なんかこう、味をね、こう、うん、こう味わいたいっていうときありますよね。ありますよね。うん、本当になんかたまにある、ね。ありますね。いやー、はい、すごいですね。なんか、気になるな、この、味噌ラーメン風っていう。そうですね。ね、ね、とか言って。あと、まあ、これ北海道つながりですけども、うん、札幌クラシックですね。ビールじゃないですか。うん、北海道限定の、うん。あれもたまたま買ったんですね、うん、こちらで売ってて。ね、たまたま売ってましたね。売ってて、うん。美味しかったですね。ね、やっぱりなんかいいですね。うん、ご当地のビールは ね、うん、いいね。オリオンもいいけど。そうだね。クラシックもいいですね。はい、あ、そう、リナモさん、やっぱり北海道限定ですってことで、そうですよね。うん、おがちからもしさん、こんばんは。青森からツイキャス見てまーす。ということで、ありがとうございます。はい。じゃあ、もう一つ紹介してもよろしいですか、ね、はい、どうぞ。はい、どうぞ。
キウ名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村の古むいかりです。ありがとうございます。今週のテーマ、工場。私の身近なところに工場がないので、今週のテーマは難しいですね。笑いって書いてありますけど。あれ、身近なところに工場なかったかな？あるじゃないですか、ね。あるじゃないですかね。あるじゃないですか。ねえ。某ベニーもう、もうそうだし、ね、あと、オキハムとかね。近くにあるのありますけど。あるけどな。まあいいんだけど。うん。でも、メイドインジャパンの素晴らしさという発想がありますね。例えば食品類、日本のメーカーが作るチョコレート、カップラーメン、そしてビールは世界一じゃないでしょうか。他にもあるはずですけれど、って書いてあります。ね、でも確かにそうですよね、うん、チョコレート、カップラーメン、ビール世界一だと思います。本当に特に日本のビールメーカーは当時ビールの酒税増税を見越して発泡酒を作り出し、はい、そして発泡酒にまで増税の影響が出ることになったら第3のビールを生産しビールの味に近づける努力をする、うん、最近では生ビールで糖質ゼロを作り出す企業努力、これが日本の工場で生産されているわけですよね。日本のものづくりの良さ、いつまでも続いてほしいものです。ということです、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。でも本当にその通りで、うんうん、ね、もう、すごい企業努力ですよね、あのビールに関しては。そうですね。ね、本当、第三のビールもね、ずいぶん美味しく飲めるようになって。そうそう。もうノンアルコールビールも本当に、ね。あのね、お店によってはね、うん、この、うん、なんていうの、うん、第3のビールと言わずにね、うん、あの生ビール出してるとこありますからね。いや、でも、本当に最近見分けがつかないぐらいね、うんうん、美味しくなってますよね。初めの頃ってやっぱりちょっとあれこれなんか違わないっていうぐらい違和感があったんですけど、うんうん、今って本当にそれを感じさせないぐらいね。そう。だからあの、ノンアルコールでもね、あの美味しく飲めるみたいですね。うん、本当ですよね、うん。はい。はい。ということで、では、CM の後は名古屋栄養コーナーです。はい。キウナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプル8ではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和株式会社は陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ日本全国をカバー、さらに海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海共和株式会社 052-389-7817。 キウナ名古屋。名古屋は栄養コーナーです。ね、本日は工場ということで、やっぱり工場見学といえば、もう、もう、ここしかないですね。どこ？え、どこ？愛知県。有名じゃないですか。そう。世界でも有名な。それはもう、あそこですよね。あそこしかないんだ。え？T
T 社ですけど、T 社ですね。T 社は本当にね、はい、そこの、そこイニシャルタイプしてある。まあ、トヨタ自動車ですね。ねえ、社会見学ね。うんうん、あちこちにね、大きいね、工場もありますし、はい。その下請け工場なんかもね、うん、愛知県もたくさんありますもんね。そうですね。まあ、私も仕事の関係で、その、トヨタ自動車関連の会社、うん、2時、3時、4時、まで、わかりますけども、うん。うん、まあ、本当に、ね、3時、4時の会社の、ね、ところですと、うん、本当にネジとか、うん、あと、ビスとかそのね、そう、ネジ、ナットとか、うん、そういったものまでされてますよね。うんはい、ちっちゃいの部品まで。そうなんですよ。ですね。うん、でもやっぱり、ね、自動車工場の見学っていうのは貴重ですよね。うん。だから皆さん、やっぱり愛知県の小学校かな、うん、そういうのはね。うん、もうでやっぱりそうやってね、こう身近にそういう大企業があって、うん、その、こうで見学ができるようなこう施設になってるというのはね、うん、ありがたいことですよね。そうですね。ね。はい。それに行けなかったんですよね、私は。え、なんで？足を怪我してですねって。みそちゃん、足以外のくらいですね。いや、本当にそうなんですよ。なんか足怪我してわかんないですけど、うん、いや、いつもそんな怪我してるわけじゃないんですけど、うんたまたまね、ちょっと足を4針縫う怪我をして、うん、それがたまたまそれが社会見学の前日で辞めたんですけどね、うんうん、これ前も話したと思うんですけど、うん、そう、それで行かなかったんですけど、その日に社会見学休んで外科に行ったら、なんで行かなかったのってお医者さんに言われて、もう一生悔いが残ってます、私。そうですね。ああ、はい。でもね、お医者さんも行かなきゃね、困るかなと思いますけどね。まあね、よくその話聞きますけど、ね、悔やまれるのが、見学のお土産の、プラモデルですか？あ、プラモデルなの？あれ？車の。車走り出すやつあるでしょ？はいはい、うん、うん。うん。それがね、見学の後に、ね、皆さん、学校に持ってきて、なんやかんやして遊んでました。え、あれ学校に持ってきて遊んでたよ、うん、私は。あれいつか自分もらえると信じてたら。あ、もらえなかったの？あれはやっぱり見学した方のね、特典なんで、あ、うん、残念ながらもらえませんでした。そうなんだ、先生がね、こういただいてさ。ね、私もずっとそれを信じてたんですけど、ずっと待ってたんですよ。もらえる、あ、いつか私がもらえるかもしれないって思ってたけど、あ、そういうわけじゃなかった。もらえませんでした。はい、でもね、本当にね、そういう見学してね、またその子供たちもね、うん、ね、車に携わるような仕事がしたいなとかって、そういう憧れをね、うん、持つかもしれないですね、うん。はい。なんか他に社会見学したところってありますか？社会見学？社会見学っていうか、工場見学したところ。あ、別に学校からじゃなくても。はい、ありますよ。うん、コカ・コーラの工場に行ったことあります。うん、名古屋市の東区っていうところなんですけど。それは何、社会見学？これはですね、町内会の中、なるほど、イベントで、うん、見学、工場見学行ったことあります。うんうん、なるほど。はい。ちょうどボトル、瓶のボトルに詰めてたところが。うんうんでしたけど今はもうね、瓶のボトル瓶ってところが時代を感じますね。少ないと思いますけど。ね、美味しく感じるんだよな。で、あと、まあ、工場はもう先ほどのオリオンの工場へ行ったりとか。うんまあ、名古屋近辺ですとどうですかね。私ね、エビせんべいの工場は行きましたね。なんかね、一応今コーラ、工場見学できるところも割と、まあ今はご時世あれですけども、ちょっと前まではできてたんでね。うんエビせんべいも面白かったなそうですね、うん、もう仕事柄ですね、うん、工場には、うん、別に仕事で行くので、うん、見学してるわけじゃないけど見学してるわけではないですけども、まあ、自然的に施設備を見たりすることになるってことですね、うん、そうですね、まあ、自動車関係が多くて、うん、あなるほど鉄板に型抜きしたとか、うんうん、そういうのを見たりとか、うんうん、あとネジなんかネジじゃなくてなんだあれ鉄板かななんか何かを削り出してるような、うんうんうん、いっぱいオイルが流されて削り出してるとか、うんはいはい、そういうのを見たりとかしてますね。やはりちょっとこの地域特有の。ね、ものづくりの盛んな場所なのでね、うん、工場を自然的に見る機会も結構多いですよね。うん、そうですね。ということで、はい、本日は、はい、愛知県の産業のいろあれこれの工場の話でした。名古屋は栄養コーナーでした。はい
名古屋。はい、メール来てますね。読みますね。はい、お願いします。はい、お三方さん、こんばんは。こんばんは。ふるむんしんいちです。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ、工場。今から40年ほど前、実家の近くにクロレラ工場があり、そこの近くのバス停が、クロレラ製造所前という変わった名前で印象に残っています。うん、ちなみに、クロレラは、物仲間らしいのですが、ヤクルトのような飲み物で、当時、地域では一般的な飲み物でした。その工場も今では住宅地になり、跡形もありません。そういえば、その近くに青い海という塩工場もありましたが、これも今ではありません。久しぶりに思い出しましたが、時代の流れを感じます。名古屋のトヨタの工場行ってみたいです。ということです。ありがとうございます。青い海ってね、今も売ってますけど、そうですね、工場の位置が変わったんですかね。うん、クロレラって昔流行りましたよね。健康的なっていう。ありましたね。今もあるのかな、ねえ、そういえば沖縄に工場があったんですね。ああ、それ知らなかったですね。あ、なんか昔よくね、クロレラ飲んでなんか健康になるみたいなチラシよく入ってましたけどね。はい、はい、ということで、あ、そうそう、リナーママさんが札幌ビールの工場の隣にジンギスカンとビールが楽しめるレストランがありますということで、はい、あとツイキャスでブギーカイドウさん、うん、東京からこんばんは。あ、こんばんは。あ、それのしんちゃんさんも沖縄からこんばんはということで、ありがとうございます。シュプリームさん、こんばんは。急な祝日出勤となり疲れて寝落ちしてしまい遅くなりました。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、しんちゃんさんはね、今から38年前に豊橋市の横浜タイヤ工場で5年間働いていましたよということで、そうなんですね。横浜タイヤの工場、豊橋にあるんですね。いらっしゃってたんですね。はい、アシュプリムさんが、ビール工場の見学は酒好きにはパラダイスですよね。パラダイスですよ。本当に。いやー、わかります、それ。わかります。で、その後チナ商店でまた飲むっていう。はい、はい、ということでエンディングです。はい、来週のテーマは飲み物。来週のテーマ、飲み物です。あなたの好きな飲み物、気になる飲み物をお送りください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート東海協和、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城マネサの R サプライ、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、高級木材のご用命は名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたしました。はい、本日もお聞きくださいましてありがとうございました。あの王子ね、うん、あのね、セクシー下着のね、工場見学したいんだけどね、うん、タグ見たらね、メイドインチャイナって書いてあったからね、中国まで行くのが大変かなと思って。お黙り、お黙り。いやだ、もうまともに今真剣に聞いて損した。いや、でも本当にそう思ったもん。はい。はい。今週もありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではまた来週でーす。来週は飲み物。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あの、今聞いた？閉店ガラガラ言おうと思ったらかぶせちゃうんだもん。じゃあ、まだ時間がいいかなと思ったけど、なかった。ごめんね。いいタイミングで今日終わるなと思ったんだよ。ガラガラ言うの忘れてたわ。ごめん、ごめん。いいタイミングできたなと思った。うまく切りましたんで。うん、ちょうどよかったね。はい。うまくね、はい、最後のエンディングの曲がいい感じでボリューム上がってね。もしかしたらあれ？最後にね、王子が喋ったフレーズがあんまりよろしくなかった？はい、ということで、さよなら。はい、また来週。